い、FMYY にインターンとしてやってきた2人です、はい、はい、なぜここ行きましたか？もうパッと見このパンフレット見た瞬間に、うん、直感でなんかすごい芸術だなと思って、うん、来てみたいなと思いました。はい、それからあと、そうですね、何もないそのシャッター街に見えるんですけど、うん、もうシャッター街でもこのシャッター街だからこそこういう人が立ってるだけのっていうのがちょっと芸術として際立ってると思ったのでちょっと興味を惹かれました。はい、はい、では今からそちらの方にも行きますね。はい、はい、ではあなたは。はい、自分はちょっとこのパンフレットなんですけど、これを見てそのゆるゆる文化、ゆるゆる多文化伊藤お菓子っていうのがあるんですけど、それを見て単純にどういう感じなんだろうと思って、うん、仕事をしているところは結構硬い感じでやってるのかなと思ってたので、うん、そこに興味があったのが一つと、あともう一つはこのコミュニティセンターの、はい、その始まりなんですけど、その救援基地からこのコミュニティセンターにってなったところなんですけど、どういう経緯でそういうコミュニティセンターになっていったのかっていうのが興味のもう一つで、最後はもう単純にいろんなことをやってるなと思ったので参加したいと思いました。はい、はい、以上です。大学とお名前を。京都外大黒木康之です。はい、京都外大の小島啓太です。はい、では今からそれぞれの探究をしに行きましょう。はい、